藤崎博士は NHK のアナウンサー。三重県秋群出身。私立三重高田高等学校を経て、青山学院大学卒業後、1993年入局。東京では爆笑オンエアバトルの司会を高山哲也から引き継ぎ、バラエティ担当として売り出される。期間中鉱山が安倍渡ると白組司会を務めた第54回。 NHK 紅白歌合戦のラジオ担当に起用されたが、この時は担当していた音場と出演者が歌手として出場したこともあり、前任者の鉱山に誘導されるかのようにステージに上がる。直後に女性司会人にたしなめられるという一幕もあった。2007年8月の移動で初認知の福井に戻り、後にアナウンス担当副部長も務めた。 本人は当時の福井局公式プロフィールで新人時代にサバ出身の女性と結婚したこと、サバの妻の実家からの通勤であったことを明らかにしていた。また、福井局のマスコットキャラクター、一福丸の制作にも関与したという。アニソン関連の番組や特番で司会を担当する、時にはアニメファンとしてのマニアックな一面を覗かせる。 超時空要塞マクロス以来のマクロスシリーズのファンでマクロス藤崎との異名も今日は1日アニソン三昧シリーズではマクロスソングコーナーを受け持ち松山放送局在籍中はマクロスのロゴをイメージしたプロフィール写真を使用していたありがとうございます